シンガポールにおける死刑現在でも死刑制度を維持している。1994年から1999年にかけての統計では人口100万あたり13.57回の死刑が執行されており、正確な統計がある国としては最も高い。1990年から2003年まで400人に死刑を執行し、国民1人あたりの死刑執行率が 世界一高いという統計がアムネスティ・インターナショナルによって示された。貿易を主産業とするシンガポールでは特に薬物取引、中でも麻薬関連での外国人死刑囚の数が多く、シンガポール政府が発表したデータによると、1993年から2003年の間に処刑された人の36%が外国人であった。また、オーストラリアなど、 死刑廃止国の人間が死刑になると外交問題へ発展する事例がある。一時期は死刑執行していなかったが2014年以降再開しておりその多くが麻薬関連であった。次の死刑執行の表は2001年1月にシンガポール内務省から提供された統計や2003年9月にフランス通信社に報告された政府の数値など いくつかの情報源からアムネスティ・インターナショナルによって作成されたものである。は、外国人死刑囚の数シンガポールの出入国カードには、麻薬密輸は処刑になるとの注意書きがある。ありがとうございます。